お願いします。15時を回りました。桜庭由美の歌倉の時間です。宜野湾ヒルズ通り、海の見える FM 宜野湾のスタジオよりこの後15時30分まで生放送でお届けいたします。皆様最後までどうぞお付き合いください。今ですね、番組始まる前にですね、私がこう窓の方をよそ見してたんですけれどもね、あの宜野湾今晴れたというか雨が上がりましたね。晴れましたね。ね、ちょっと暑いぐらいで。すごい天気になってきました。うん、ね、梅雨のなんかこう晴れ待って嬉しいですよね。嬉しいです。はい、今日あの午前中は結構雨が降ってたので、私あのある方の言葉を思い出していて、あの今日は雨降りですね。でなんか言葉響きが。この言葉の響きがとっても好きなんですけれども、そんな言葉を思い出してました。実はこの言葉を言ったのはですね、はい、台湾のおじいちゃんなんです。はい、あの台湾に昔ですね少し暮らしていたことがあって、はい、その時に台南地域にですね家族がいて、その家族にお世話になってたんですね。でその時のおじいちゃんがと出会って、うん、でおじいちゃんが私の顔を見て日本人だって分かった瞬間に、雨降ってないのに今日は雨降りですねってニコニコしながらですね、あの日本語を一生懸命伝えてくれたのを思い出した午前中でした、雨降りっていう表現って、うん、沖縄でよく聞く、なんか感覚的に言うんですか、雨降りって。雨降りってあんまりなんでしょう、日常的に使わないですよね。が多分、まあ、日本統治下の時に、まあ、なんでしょうね、教えてもらった言葉だと思うんですけれども、私が普段使わない言葉なので、すごく響きとして印象に残ってるんですよね。可愛いなっていう風に、あの可愛いというか、なんかなんだろうな、ほっとする言葉だなっていう風に思っております。はい、あ、そして武蔵さんありがとうございます。あゆみちゃん、ミキさんのしほちゃん、リスナーの皆さん、ハイサイこんにちは、しょいいいですね、しょい。チューンの生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。こんにちは。雨降り、あ、茨城でも使う、あ、そうなんだ、うん、雨ですねって、雨降りですねって、私はね普段使わないから可愛い表現だなっていうふうに思ったんですけど、使う地域もあるんですね。なんか印象的ですね、ね、台湾で。そうなんですよ。とっても可愛いおじいちゃんなんですけどね、うん、はい、で今日はですね、その台湾と沖縄本島の間にある宮古島のですね歌お届け後ほどしていきたいと思います。そしてですね、先々週くらいかな、いつだったかな、あの横浜のですね、崎陽軒のあのちむどんどんするお弁当っていうのを紹介したと思うんですけれども、実はその感想をですねいただいているので、少しご紹介させていただきたいと思います。はい、結構ね何人か食べたよっていう風にね友人が言ってたんですけれども、直接感想いただきました。はい、マグロのですね、つけ焼き入りゴーヤチャンプルがマジ美味しいそうです。つけ焼き、何、つけ焼きって何でしょうね、何ですかね、何タレにつけてから焼いてる。ね、何のタレやと思いながら美味しそう。そしてジューシーもですね、三浦さんのメヒジキが入ってて美味しいそうですね。美味しそう。美味しそう。なんかお肉はちょっと少なめだけど、もずくも入っててバランスもよくって美味しいよ、早く食べた方がいいよっていう風に言われました。
はい、私別に崎陽軒の人間じゃないんですけれどもなんかこうね伝統的なこうシューマイ弁当もいいし、新しい企画としてね沖縄とのコラボをしてくれたっていうのもすごくなんか嬉しいなっていうふうに思ってます。あ、そしてありがとうございます。すちょっと読めない、スタメさんかな、合ってる、スプリームさん、スプリームさん、すみません、はい、ツッコミありがとうございます。はい、こんにちは、こちらの番組初見です、食券です。はい、関西では雨降りな、あ、雨降りって日常で、やっぱ使うんだ、使うんですね、そうなんだ。ありがとうございます、教えていただいて。私が勉強することが今日多いかもしれないですね。でもなんか普通にこう雨降ってるねっていうよりもこうなんか風情がある感じしますね、雨降り、ね、なんかちょっと詩的というか、なんかちょっとポエムのような、なんかこう優しい響きだなって思って、なんか雨が降ってる日に時々こう思い出す言葉ですね。はい、ありがとうございます。はい、この番組ですね、あのメッセージもですね募集しておりますので、ぜひあのいただけたらと思います。後ほどですね、あの沖縄の美味しいものをですねエピソードとともに、暮らしが見えるような、ね、エピソードとともにご紹介していきたいと思います。もし皆さんも何か、なんか印象的な、ね、出来事のある食べ物、沖縄の食べ物があったらぜひ教えてください。はい、メッセージはですね797@fmginowan.com となっております。また FM ギノワンではツイキャスでですね、あの音声と映像もネット配信してますので、よろしければ番組のホームページからお楽しみください。はい、ありがとうございます。ツイキャスでねコメントいただくと嬉しいですね。嬉しいですね。結構あの後から見たよって個別でメッセージをいただいたりもするんですけど、こうリアルタイムでこう、ね、メッセージいただくのもまあどっちも嬉しいなっていうふうに思っております。はい、では早速ここで一曲紹介したいと思います。先々週くらいかな、エコザイルさんからですねリクエストをいただいていた成山綾子という宮古島ではとても代表的な歌になっております。そしてですねエコザイルさん、先週ですね番組観覧っていうのかな、最後の方でですね遊びに来てくださいましたね、ありがとうございます。はい、そしてですね成山綾子、私も久しぶりに歌うんですけれども、もし三線をお持ちの方がいたらぜひぜひ一緒にお楽しみいただけたらと思います。キーはですね CFC でやりたいなと思っているので、よろしければチュンガミしてあのお待ちください。はい、ではみなさんチンダミよろしいですかとか言って、あ、エコさん出ていたんだ、さすが美人上手、あ、ありがとうございます。では成山綾子、すみやまんや
なよ許すなしゅ。ありがとうございました。ありがとうございます。しほちゃん大丈夫のとこ素晴らしかったです。はい、ありがとうございます。あ、武蔵さんもありがとうございます。武蔵さん一緒に弾いてくださいましたか。なぎすけさんもありがとうございます。あ、スプリームさんありがとうございます。ちょっとね、英語にがあれですいません、ね、ありがとうございます。はい、皆さん聞いたことありましたかね。初めて聞いたんですけど、はい、今実はちょっと聞きながら、うんうん、あの調べてて、すご い, すごいこの旅に出る夫への、はい、なんかこう、はい、妻が歌う歌だったり。そうですね、慣れた山、あ、慣れた山って意味なんですか。なんて言うんでしょうね、旅先というか、うんうん、出た先のところに染まらないでくださいね。そして出会った例えば、まあ、馬の手綱って絶対に離さないじゃないですか、うんうんうん、それと一緒で例えば旅先で美人がいたとしても、もう心は許さないでグッと締めてくださいねっていう、あの、まあ、待ってる側の気持ちですよね。そんな歌ですね、はい、実はですねこの歌、あの成山あやぐ大会っていう大会がですね、あの宮古島で行われてるくらいとても代表的な歌なんですね。はい、であの実は私も1回ですねちょうどタイミングがあって見に行ったことがあるんですけれども、はい、すごくロケーションが素敵で、うん、インディアマリンガーデンってわかりますかね。あ、宮古島の上の方かな、北部の、はい、ちょっと私あの怪しいんですけれども、まあ、少しあの市街地から離れたところの、まあ、ビーチにですね特設ステージがあって、うん、海の上にですねこうステージができるんですね、はい、あのなんていうのかな、こうなんていうのあれ海の上に、そう、海の上に木の板がこう並べられて、ステージになって、そこに本当に地元の中学生ぐらいの方から、まあ、本当にあのおじいおばあ世代、いろんな世代の人が出場して、まあ、県外の人も時々来るんですけれども、うんうん、みんながこの曲を歌うんですよ。そうなんですね、はい、すごくあの面白いなと思って、うん、あのこの歌素晴らしいですし、やっぱり歌う人、うん、歌う世代によってまた味が違うっていうのもですね、うん、とっても素敵な曲だなというふうに思っております。あ、うん、そしてなぎすけさん、楽器は弾けない。楽器は弾けなくてもきっとね手拍子と歌があればいい、もうバッチリですよ。そして、あ、嫁に聞かせてやりたいです。むしろ自分に言い聞かせたい。あー頑張って、ね、でもなんか歌を通してなんだろうね、旅先で心を許しちゃダメだよって言葉で言うよりもちょっと歌に乗せるとですね、うん、ぐっと染み入るところがあるかもしれないですね。そうですね、これをなんか、うんね、昔かつての昔の人たちが旅に出る前に妻に聞かせてもらって旅に出たって思うと、うん、ねえ、なんかいいですよね、うん、なんかこうまたね素敵な歌声とかでねこれを歌われちゃった日にはね、うん、そうですね、もう頑張りますって思いますよね、うんうんうん、はい、結構なんか歌を通してですね、私はやっぱり当時の暮らしとかその人の暮らしが見えるようなところがですね沖縄民謡とっても魅力的だなというふうに思っております、うんうん、いろんなことを勉強させていただいてますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そしてですね沖縄の美味しいものもですね、まあ、崎陽軒のお弁当から始まってちょっとご紹介させていただきたいと思います。ちなみに千穂ちゃん、なんか沖縄の食べ物でなんかエピソードとかありますか？感動したエピソードとか。そうですね、でも沖縄の魚大好きです。あ、なんかすごくこの、うんうん、
淡白で食べやすくて、本当にこう日常的に、あんまりこの沖縄来るまでお魚そんな食べなかったんですけど、なんか沖縄来てからお魚よく食べるようになりましたね。やった、じゃあ、しょうちゃんも魚好きにさせてくれたんですね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい。じゃあですね、私はもういっぱいエピソードがあってね、時間がもう足りないかもしれないので絞ろうかなと思うんですけれども、はい、私は食べることが大好きです、はい、なんですけれども、まあ6年くらい今沖縄に住んで6年ぐらいになるんですけれども、その前だから7年前ぐらいかな、結構あちこちに行っててですね、いろんな人の暮らしとか、まあ面白い活動をしてる人、面白い仕事、面白い生き方をしてる人のですね、お家に 2,3 週間ずつとか滞在させてもらいながら、そう暮らしてた時があって、まあ、その時にまあ沖縄ももちろんそこで訪れているんですけれども、大宜味村にあるあのエミの店っていうですね、もう長寿の村の伝統というか、おばあちゃんたちが食べてきたような食べ物を出しているレストランがあるんですね、農家レストランっていうのかな、そこで2週間くらいいたんですけれども、でその時も畑手伝ったりレストラン手伝ったりって昔してたんですが、その時に私が体調を崩してしまったことがあって、でその時に、まあ、そのエミさんお店の方はですね、本当に食で生きてる人なんですよね、食でどうやってこの子を元気にしようみたいなのを考えてくれて、はあ、あんた元気がないね、どうしようねって言って、フーチバージューシーを作ってくれたんですよ。フーチバージューシー、ジューシー、なんていうのか、ボロボロ、なんていうのかな、あれお粥みたいな感じかな、どっちかというと、作ってくれて、結構少量ではなくてドーンって作ってくれたんですけれども、なんかそれがとっても美味しくって、なんか味としても美味しいし、なんかその食べ物でね元気にさせようみたいな、こうあったかい思いがですね、嬉しかったのを覚えてます。素敵ですね、また染みますね、住む前ってことですね。そう、住む前ですね、だからその本当にね、大宜味のおじいおばあとかと仲良くしながらその2週間過ごさせてもらって、あんたコーヒータイムするとか言われながらね、すごいよくしてもらってました。 ありがとうございます。エミの店のリンク先もですね送ってくれました。ありがとうございます。確か長寿のお弁当とか出してて、結構まあジューシーだったりとか、なんだろうな、本当にこう素朴な食べ物、美味しいものがいっぱい詰まったねプレートがあるんですよ。すごい、行ってみたいですで畑で直接取ってやってるので美味しいです。やばい、行きたい、いいですよ、いいとこですよ、あの予約した方がいいと思うんですけれども、大好きです。あと何、くんぴんとうちなわ天ぷらも美味しいですよね。食べたいですね。あー、いいですね。あー、うちなわ天ぷら最近食べてないなありがとうございます。好きなものも教えていただくとなんか嬉しいですね。ですね。あ、でもやっぱ沖縄来てからその仮名仮名っていうその表現で、実際に私も、まあ、市場で、あの農家さんたちが集まる市場でお仕事をちょっとしてた時期があって、その時もそこのお母さんがなんかそのもう仮名仮名って言ってマグロの天ぷらとか、もういろんなものをいつもくださって、すごいそれもこの食べ物、沖縄来てからの食べ物の思い出ですね。でなんかこう、なんだろうな、まずは食からみたいなね、食をちゃんと食べなさいよみたいなあったかい気持ちがありますよね。そうですね、カメカメちゃんと食べてるの、食べなさいみたいなね、あったかさがありますよね。そうですね、はい、ね、優しい、あ、じゃあそのなんかカメカメにつながる話なんですけど、はい、あのまあその7年前ぐらいの話、今度はですね、沖縄の南部の方にですね、子供たちの活動をしているご家族がいて、まあ、森の幼稚園って言われるような、ちょっとなんで園舎を持たないで子供たちと過ごすようなこうもの、活動を開催されている方のご自宅に1、2週間かな滞在させてもらった時があるんですけれども、その時にですね、やっぱりこうお世話になりましたって出る時にですね、そこのお母さんがですね、まあ、カメカメじゃないけど、こうコロコロコローって丸めてくれてるんですよ、あるもの、一生懸命こう、なんだろう、して油で揚げて、あ、はい、かして、あんだぎをですね、手土産にも出してくれたんですね。お家でもそう、みんな作るんですか、もしかも作るのかな、ま、なんかやっぱ上の世代の方は、多分なんか手土産を持たせようっていう時に、やっぱりその場で作る、あるもので、そうなんだ、そう、なんかこう、なんかその心意気というか、私がお世話になってるのにみたいな、もうなんか泣きそうになっちゃいました今。そう、本当にすっごい美味しいし、でも本当に美味しかったです、そこの、サーターアンダギー、すっごいそこのお母さんの美味しくって、
あ、そう、そのサーターアンダーギーを持って私エミの店まで行きましたね、ちょうどそのつながってる、はい、そんなエピソードがあります。あったかいですね、あったかいといえば私食べ物だとちょっとなかなか話が尽きないんですけど、はいはい、私あの大家さんにも、うん、とってもお世話になっててですね、はい、でお正月になるとプルプルプルって言って、プルプルじゃないか今電話がかかってくるんですね、うん、であのお家にいるのっていう風にかかってくれて、うん、でお家にいるとですね、おでん作ったから食べにおいでって言って、うん、あのお正月になるとあのおでんを家族で囲むっていうのに参加させてくれるんですね、うんうん、もうなんかそれが嬉しくって、うん、やっぱりあのね、あの私家族がまあ家族兄弟とかはね別の県とか海外にいるので、うんうん、やっぱり家族でお正月過ごすってなかなかなかったりするんですけれども、うんうん、そういう時にですね、こう家族みたいにこう扱ってくれるというか、もうすごく嬉しくて、美味しいし、やっぱり嬉しいっていう記憶で、うん、あの沖縄のおでんですね、美味しいおでんの中にテビチーもちゃんと入ってるよっていうおでんも大好きなものとして、はい、私の記憶の中にバッチリあります。あったかいですよね、食べ物からなんかね人の温かさを感じるっていうね。そうですね。はい、あ、そして去年 FM 機能1でパーソナリティをされている砂川さんからサーターアンダギーを送ってもらいましたが、美味しかったなーって、うん、あーいいな、何味だったんでしょうねとか言って、サーターアンダギー美味しいですよ ね、 美味しいですよね、食べ過ぎ注意ですね、本当にね。食べちゃう、美味しいですよね、結構私もお気に入りのサーターアンダギー屋さんがいくつかあるんですけど、なんかこう素朴ながら美味しいし、あと日持ちがやっぱりするっていうのがこの気候に合ってますよね。あ、日持ちも結構するんだ。結構やっぱり油でしっかり揚げてるので、うん、なんかその日中に食べきらなくってもそんな腐るってこともないので、なんか後からでも美味しくいただけるのがいいなっていうふうに、あのくらな知恵ですよね、なんかね、うん、知恵だなっていうふうに思ってます。はい、魅惑のね、美味しいものいっぱい話しちゃった。はい、そしてですね、まあ、美味しいものといえば皆さんお米も好きですか、うん、大好きです、大好きですか、お米がないともうお米が大好き、お米だ、よかった。はい、はい、次の曲はですね、はい、はい、まあ、お米ですね、稲をこう植えてですね、はい、もう豊かに実りますようにってですね、豊作を祈るですね、都の歌をお届けしたいと思います。あの米とか泡とかをですね、こう植えるんですね、うん、泡って今ね食べるイメージが私あんまりなくって、どう泡って食べたりしますか？私結構好きで、あ、その穀物、うんうんうん、冷えとか泡とかご飯に一緒に炊いて食べてます。すごい、うん、昔からじゃ都でその泡と、そう、あの米、泡の方がもしかしたらね、私詳しくはないんですけれども、うんうん、泡の方が育てやすいとかあるのかもしれないですね、うんうん、穀物としてね、でもまあなんで大事な食料源というか、それが豊かに実って暮らしが豊かになりますようにっていう本年を祈る本年の歌、本年のあやくって言ったりもしますね、お届けしたいなっていうふうに思っております。はい、よろしければもう手拍子とかね、途中で本当はさあさーっていう掛け声とかもあるんですけど、知ってたらぜひもうラジオの何向こう側で一緒に楽しんでいただけたらと思います。では本年の歌、どうすか
ありがとうございます。あ、なぎすけさん、パチパチとサーサーもありがとうございます。いろんな声とか、はい、指笛とか、うん、いろんな音が聞こえてきた気がしました。嬉しい、うん、あ、なんかなぎすけさんのかわいい、かわいい、パチパチとなんかニコニコとありがとうございます。で、そのなんかこの歌ってやっぱり豊作を祈るので、うん、なんか、ま、一人で祈るってよりも、うんうん、やっぱりみんなでこう祈りながらサーサーとか、みんなで一緒に声合わせて、するいどかきさのゆやなうでっていう風にね、はい、こう楽しむような感じがありますね。時間が来週、また来週。あっという間に終わっちゃいました。あっという間に終わっちゃいましたね。まだツイキャスは ありがとうございました。ご挨拶もせずに、もう踊りたくなっちゃって。お久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。途中で